週ほどお休みいただいたんですけども、 IPU マーチングバンド部 YouTube チャンネルシーズン2ということでね、今年もねしっかり頑張っていきたいと思います。はい、ここでしょう、はい、4月といえば、4月といえば入学式、入学式といえば1年生、そう、IPU に新入生が来てくれました1年生、いやはい、ということでね、元気な1年生たちがたくさん来てくれたわけなんですけれども、今年もね、この新入生たちの力借りながら、IPU 頑張ってやっていきたいと思うんですが、なんかやっぱ1年生と4年生だいぶ違うね、なんかこう、大人なんだよ、大人の女性の感じが出てきたんかなというところで、じゃあちょっと軽く新入生に、インタビューしてもらいたいと思います。カメラターン、じゃあ新入生にちょっと軽くね出身地なんか聞いてみたいと思います。それではまず最初に、地元中国地区から来た人、アイスターンダース、せーの、地元地区かな。それでは続きまして、どうしよう、四国はいますか。お、四国いない。四国の人も大募集してるんでね、ぜひ高校3年生で興味ある方は来ていただけたらと思うんですけれども、それでは四方も地元の九州、なんか四方が入っていったんですけど、若い子の考えることはよく分かりませんが、それでは九州に続きまして、じゃあ中部、小野市、中部地方いないんですね。中部の方も大募集してます。それでは中部の次は北陸、おいなーい、北陸の次は関東、せーの、関東人滑ってるぞ、大丈夫か。はい、じゃあその次、関東の次は東北、いやー、おー、一人はやっぱ寂しいんで、やっぱ東北地方入ってくる。なんか言ってくれたんで、東北地方も入ってきてくださいと。お願いします。ちなみに東北何県ですか。宮城県から来てくれました。じゃあ最後はおるかな、北海道、北海道はでっかいぞそれではこれね、それはどこの県、どこの支部よりも、面白いなんかしてくれるんでしょう。はい、関西、いいの、よいしょーからの、いやー、関西人がみんな面白いわけではないようですね。はい、ということで、以上の地域から30人のメンバーが、集まってくれました。今シーズンみんなで頑張っていきましょうね。それでは視聴者の皆さんに新入生から、よろしくお願いします。せーの、よろしくお願いします。はい、ということでですね、新入生たちが来てくれたところなんですけれども、もう一人ね新入生がいるわけですよ。はい、カモン、よっ、はい、自己紹介、岡山県出身新入生の長谷すりほです、よろしくお願いします。なんでね、どっかでね見たことあると思うんですけども、去年ね4年生で、MM リーダーやってくれてたリホが今年から大学残ってコーチとしてね、やってくれるということで、せっかくやからマスク取ってどんな顔か見ていただいたらいい。こんな顔です。かわいい、かわいい、みんな甘やかさなくていいですということでね、まあ、リホも今年からスタッフ陣としてね、新入社員やな、新入社員1年生として入ってきてくれました。新しい仲間を迎えてね、今年も、マーチングバンド部頑張っていこうと思います。それでは、今週はこの辺で、じゃあね。